あら、少年じゃない。いらっしゃい。どうもっす、雪乃さん。っていい加減少年はやめてくんないっすかね。はあ、珍しく客でも来たのかと思ったら、今日は何の用だったかしら。いや、あんたの方からバイトに呼んだんでしょうが。そういえばそうだったわね。いつもはよそにばかり斡旋しているからうっかりしてたわ。ゆうべは蓬莱町のバーだったかしら。一応お疲れ様と言っておくわね。どうも、こっちこそいつも助かってるっす。チューボーン時からいろいろと手伝い先を紹介してもらって。せっかくの若い労働力を有効活用しない手はないから。なんだったらそのうち1日2件くらい組んであげましょうか。今くらいでちょうどいいんで。それで今日の仕事ってのは。いつでも始められるっすよ。ああ、その前に昨日のバイトについてだけど、終わったら一応その日のうちに報告を入れるよう言ってなかったかしら。ああ、そういやそうだった。いや、すいません。昨日は深夜まで長引いちまって、ついうっかりしてたっつうか。本当にそれだけ？何か他に事情があったわけじゃなくて？え？いや、昨日は妙に疲れてたみたいで。バイトから帰ってきたらすぐに寝ちまったんですよね。風邪でもひいてたのかな。どう帰ったかもおぼろげっつうか。なるほど。え？さて、そろそろ仕事を始めてもらいましょうか。報告を忘れたペナルティとしてしっかり働いてもらうわよ。大体こんなとこか。たく、相変わらず人使いが荒いっつうか。少年、そろそろ休憩にしましょうか。人使いの荒いお姉さんが紅茶でも入れてあげるわよ。地獄耳め。うっす、今行くっす。あの日もこんな夕焼けの空だったか。あれからもう10年も経つんだよな。東京震災、中学に上がる頃にはほとんど復興も終わっていたっけ。俺もガキだったし、あの時のことはおぼろげにしか覚えてなかったけど、まさか今朝になってあんなはっきりした夢を見るなんてな。あれは
今のしおりか。妙に後ろを気にしながら走ってたみたいだが。近頃変な気配を感じることがあるの。自分の後ろに何かいるような、そんな感じというか。まさか。あら、どうしたの？紅茶が冷めちゃうわよ。すいません、少し外れてもいいですか？ちょっと野暮用ができちまって。いいわ、行ってきなさい。まだ時間は残ってるけど、バイト代はおまけしとくわ。どうもっす、それじゃ。思い出した、俺はここを、この場所を知っている。昨日の赤い裂け目、黒い化け物、そして、あ、しおり、どこなんだ。しおり、頼む、返事をしてくれ。驚いたわね。まさかこの場所を再び訪れているなんて。ヒイラギ、また会ったわね、時坂君。できればいつもの教室で会いたかったものだけれど。ヒイラギ、お前は一体。いや、昨日も見た、ここは一体どこなんだ。それにしおりは、あいつはどこに行っちまったんだ。やっぱり記憶を取り戻しているのね。落ち着いて聞いて。ここは現実世界と並行して現れるもう一つの世界。普段は見ることも触ることもできない世界の裏側、異界、私たちはそう呼んでいるわ。異界？そしてイクリプスという現象がひとたびゲートをこじ開ければ、人知れず現実世界への侵食が始まる。あなたと、そして倉敷さんはそれに巻き込まれてしまったの。
訳がわからねえ。一体なんでそんなことに。理解できなくても無理はないし、する必要もないわ。とにかく落ち着いて一旦そこのゲートから出て、早くしないと。あ、いけない、下がって。あの時の異界の住人である怪異グリードと呼ばれるものよ。異界のあちこちをさまよい、迷い込んだ人間に襲いかかる。それじゃあしおりは。ええ、かなり危険でしょう。一刻も早く保護しないと。すぐに片付ける。一旦私の後ろに。時坂君、どうして俺たちの町でこんなことが。畜生、俺には何もできねえのかよ。こんなわけのわからねえ状況で黙って見ていることしか。力が欲しいかい。力なら最初から君の中にある。見てごらん、これ。あ、さあ引き出してみるといい。全てはそれからだ。その光は。来い、レイジングギア。ソウルデバイス。やっぱりあなたも的確者だったのね。わけがわからねえが、覚悟しやがれ化け物ども。なんだこいつは。どうして扱い方がわかるんだ。ソウルデバイス、異界で戦うための力よ。ソウルデバイス。その名の通り、敵各社の魂に呼応して権限するわ。でもいきなりそんな複雑そうな武装が現れるなんて。あなたは一体。細かいことは分からねえ。だから力を貸してくれ、ヒイラギ。この武器もこの世界も
わけがわからねえことばかりだ。だが少なくともお前は何が起きてるか分かってるんだろう。しおりを、あいつを助けるためにどうか力を貸してくれねえか。時坂君、いいわ時坂君、今は一刻を争う状況、とにかく先を急ぎましょう。ヒイラギ、助かる、よろしく頼む。おそらく倉敷さんはこの迷宮の奥にいるはず。急ぐわよ時坂君。ああ